こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では大人の男性に合う最強のボトムスはこれだというテーマで動画をお届けしてみたいなというふうに思ってます。まあ、ボトムスにはですね、結構いろんなバリエーションがあって、どれを選べばいいのかわからないという男性は少なくないかなと思うんですね。まあ、例えばですね、ブルーデニムがあったりだとか、ベージュのチノパンがあったりだとか、あとはカーゴパンツだとか、さらにはですね、スラックス系があったりだとか、本当にたくさんの選択肢があるので、その中で、まあ、まずは鉄板はどれなのか、このあたりを知っておくと結構ですね、日々のコーディネートはかなり楽になるかなというふうに思ってます。まあ、僕自身ですね、スタイリストとして活動してますし、一ファッション好きの人間なんですけども、正直ボトムスはですね、今日ご紹介するようなあるアイテムにですね、結構限定してしまうことが少なくないんですね。まあ、この1本さえあれば、あとは上半身を変えるだけで結構コーディネートの幅が広がるので、ボトムスに関してはなるべく手抜きをするというのが僕の中での一つのセオリーとしてあるんですね。ですので、大人の男性にはですね、なるべく手間をかけずに日々の着こなしを楽しんでいただくためにですね、今回の動画を参考にしていただければなというふうに思ってます。もったいぶらずにですね、じゃあ何を持っておけばいいのかというところで、皆さんにご提案したいのは黒のスラックスなんですね。これがもう一番使い勝手が良くて、大人の男性にはですね、持っておいていただきたい鉄板のアイテムなんですね。そう言うと皆さんの中でイメージするのは、またどうせユニクロのスマートアンクルパンツでしょという形でですね、感じている方いらっしゃるかなと思うんですが、実は僕が考える一番使いやすい黒スラックスはですね、それじゃないんですね。もちろんユニクロのスマートアンクルパンツもすごく使い勝手が良くて、もう殿堂入りしているようなアイテムなんですが、まあいろいろと黒系のスラックスを試してみた中で、価格のバランスが良くて、シルエットが綺麗で、どんな方が履いても似合いやすいという基準、ここを満たしているものは何なのかなと考えた時に、僕の中で浮かび上がってきたのはこちらのボトムスなんですね。はい、こちらですね。まあ、遠目からだとなかなか分かりづらいので、この後履いてみたいなと思ってるんですが、こちらなんですけども、グローバルワークのアーバンスラックスですね。これがですね、すごく優秀で、まあ、最近僕もですね、ようやく私物として買ったわけなんですが、これが大人の男性の鉄板のクロスラックスかなというふうに思ってます。まあ、後ほどですね、シルエットの違いというところで、いつも皆さんにご案内しているユニクロのスマートアンクルパンツとの違いをですね、お見せしたいなと思ってるんですが、こちらのですね、アーバンスラックス、僕はですね、履いてみて、これはもう間違いのない鉄板だなと思いました。まあ、価格もこなれていますし、なんといってもですね、シルエットが綺麗なんですね。この違いについて皆さんによくお伝えしたいなというふうに思ってるんですが、ちなみにですね、今僕が履いているボトムスというのはユニクロ U のですね、少しゆったりめのブラックのスラックスになってるんですね。個人的にはですね、これぐらいのシルエットが好きで、よくプライベートにも履いてるんですが、かなりゆったりしてますね。まあ、すごい大胆なワイドパンツというわけではないんですが、個人的にはこれぐらいのシルエットが好きでよく履いてるんですけども、こういったものが誰にでも似合うかというと、そんなことは全然なくて、やっぱり一部のファッションが好きな方には似合いやすいですし、使うのもいいかなと思うんですが、そもそもですね、あまりスタイルがよく見えませんし、そこまでですね、第三者から見た時に理解できる大人の男性もそんなに多くはないんですね。僕ら30代後半から40代以降の男性はやっぱりシルエットとしてはですね、綺麗めの細身のものに目が慣れているので、どうしてもこういったワイドパンツというものにまだ目が慣れてない方も多いので、やっぱりちょっとクロート向けのアイテムなんですね。ですので個人的には大好きなんですが、万人受けするようなシルエットではないんですね。で、今回ご紹介するアーバンスラックスですね、このあたりのシルエットはですね、どのように違うのか、このあたりですね、ユニクロのスマートアンクルパンツ、そしてグローバルワークのアーバンスラックス、この3本のシルエットの違いを見ていただくと、その見え方の違いが明確になるので、この後実際に履きながらですね、その違いを皆さんに見ていただきたいなというふうに思ってます。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべく分かりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしています。気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらの方からチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速いってみましょう。はい、ということで実際にですね、着替えてみました。まずはですね、いつも僕がご案内している
ユニクロのスマートアンクルパンツから履いてみたわけなんですが、シルエットの違いですね。先ほどのワイドパンツっぽいシルエットものに比べると、だいぶ横幅もですね、スッキリとしてかなりシャープに見えるかなというふうに思ってます。これまたですね、殿堂入りしているようなすごく綺麗なシルエットで、個人的にも大好きではあるんですが、皆さんに見ていただきたいのはこのもも周りのフィット感なんですね。これもですね、先ほどのボトムスに比べるとかなりタイトにはなっているんですが、とは言ってもですね、割とゆとりがあるのがスマートアンクルパンツの一つの特徴かなと思ってます。で、このゆとりに関してですね、結構賛否両論があって、もっとシャープな方がいいなという方もですね、結構コメント欄見てると少なくないんですね。まあ、確かにおっしゃる通り、このスマートアンクルパンツというのは美脚パンツというよりは、少しですね、今トレンド感のあるようなややゆったりなんだけど、膝から下にかけてテーパードが効いてるような、ちょっとダサかっこよさっていうところがあるのが、このスマートアンクルパンツなんですね。僕はそこが好きなんですね。ちょっとゆったりめのパンツの方が個人的には好みなので、このシルエットが僕は好きなんですが、ただですね、これが万人受けするかというと、やや玄人受けするようなアイテムかなというふうに思ってます。ですので、初級編から少し中級者寄りなのがこのスマートアンクルパンツのシルエットかなというふうに思ってます。個人的にはこれぐらいのシルエットが安心感があるんですね。ちょっとゆったりめの感じというところも楽しみやすいんですが、これがですね、アーバンスラックスになるとどう変わるのか、ちょっとこれから着替えてみたいと思います。はい、ということで着替えてみました。こちらがですね、アーバンスラックスなんですが、まあ見ていただいても分かる通りですね、正面から見た時も特にもも周りが違うんですね。ここにゆとりがそんなに大きく取られてなくて、もちろん膝下からも細くなってるんですが、全体的に細身のシルエットになってるのがこのアーバンスラックスなんですね。まあ、その結果、同じ足の長さではあるんですけども、こちらの方がより縦長感が強調できるので、足長効果がですね、期待できるんですね。まあ、これはですね、ものすごくシルエットは綺麗かなと思います。まあ、僕自身ですね、身長が高くないので、まあ、ボトムスの選び方次第で全然ですね、見栄えが変わってくるんですね。できればセオリー通りで言えば、あまり横幅を出したくないんですよ。横幅を出してしまうとあまりスタイルがよく見えないので、こういったシルエットの方がよりですね、スタイルはよく見えるのかなというふうに思ってます。で、素材の質感もね、すごくいいんですよね。まあ、レーヨンが混紡されているのもあって、すごくですね、滑らかな雰囲気ですね。高級感があるんですね。このあたりも個人的に気に入っているポイントなんですね。そしてやっぱり忘れちゃいけないのはストレッチ性ですね。かなりですね、これもしっかりとストレッチが効いているので動きやすいんですね。まあ、スラックスというとどうしてもビジネスのアイテムのイメージが強いので、まあ、休日に履くのはちょっとはばかれるかなという方も少なくないかなと思うんですが、個人的には例えばブラックのスキニーデニムだとか、あとはですね、ブルーデニム、チノパンとか、そういったものよりも全然こっちの方が履きやすいと思います。まあ、あまりにタイトすぎるとやっぱりですね、密着感があって、それまたちょっとストレスに感じるんですが、こういったスラックス系というのはですね、細身であっても適度にですね、生地と足の間にですね、ゆとりがあるので、あまり張り付いた感じがしないんですね。それでいてストレッチ効いてるので全然ストレスがないので、むしろ楽だと思います。生地のゴワゴワ感もないですし、これほど使い勝手のいいパンツはないかなと思うので、まず一本ですね、大人の男性がスマートにボトムスを履くのであれば、この黒のですね、アーバンスラックスが、まあ、鉄板なんじゃないかなというふうに思ってます。あとですね、スマートアンクルパンツの違いなんですけども、腰部分にですね、ちゃんとゴムが入ってるんですね。ここがあることで結構ですね、快適にですね、着脱もできますので、ここも個人的にはすごくありがたいポイントかなと思います。前にはですね、ドローコートももちろんあるんですが、ここはスマートアンクルパンツにもあるので大きな違いではないかなと思ってるんですが、腰ゴムがあるかないか、ここはですね、大きな違いになってるのかなというふうに思ってます。より足長効果があって、様々なスタイルに合わせやすいボトムスとして、このですね、アーバンスラックス、めちゃくちゃ使い勝手がいいかなと思ってます。まあ、どのようなコーディネートに合うのかというと、僕が今着てるようなこういったパーカーなんかでカジュアルダウンをしてもらうのもいいかなと思いますし、それ以外にはですね、もちろんネイビーのジャケットなんかを合わせてビジネスカジュアルで活用するのもいいかなと思うんですね。このような美しいシル
ルエットであれば、やはりビジネスシーンでも使えるというところもすごくですね、活用範囲が広くて使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思ってます。ただ一つだけですね、難点がありまして、それが丈の長さなんですね。まあ、これはですね、各個人の足の長さによってベストな長さって変わってくるんですが、僕の場合はですね、買ったままの状態だとやっぱり長いので、お直しが必要なんですね。その点、お直しのしやすさっていうのはユニクロの方が店内でできるのですごく楽なんですけども、グローバルワークの場合はですね、他のお直し屋さんに持ってかなくちゃいけないので、そのあたりがですね、ちょっと個人的には一つ面倒かなと思うところなんですが、そこを除けばですね、このボトムスが一番使い勝手がいいかなと思います。で、長さに関してはどれぐらいが理想的なのかというと、ぜひ見ていただきたいんですが、僕は今ですね、白のスーパースター、そんなに厚みがないスニーカーを履いてるわけなんですが、こういったスニーカーで合わせるときにはですね、正面から見たときにちょうど靴とボトムスがギリギリ触れるぐらい、これぐらいがですね、適正かなと思ってます。まあ、いわゆるノークッションと呼ばれるような長さで、横から見たときにソックスだとか素足がちょっと覗くぐらい、これぐらいがですね、バランスがいいかなと思ってます。まあ、これ以上長すぎるとちょっとこうスラックスのビジネス感が強くなってしまいますし、これ以上短すぎるとちょっと旬が過ぎた感じもするんですね。ちょっと前まではくるぶしをがっつり見せるようなスタイルも流行ってはいたんですが、最近はですね、そこまでだとちょっとやりすぎ感があるので、ノークッションぐらいが一つの目安かなと思います。まあ、グローバルワークの店員さんと相談をしながらですね、ノークッションのあたりにですね、印をつけてもらって、その状態でお直し屋さんに持っていくとすごくスムーズかなと思うので、そういった形でオーダーしてもらうといいかなと思います。この丈の長さ次第で全く見え方が変わってくるので、ぜひですね、ここは1センチ単位で細かくこだわりながらですね、ベストの長さというところをですね、皆さんには探求していただければなというふうに思ってます。もうそれにしてもですね、実際に履いてみて、これがやっぱり最強だなっていうのを改めて感じてますので、ぜひ皆さんもですね、店舗ですとか、あとはですね、こちらの動画の下の概要欄にもですね、リンクを貼っておきますので、そちらからチェックをしていただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では、大人の最強のボトムスはこれだというテーマで皆さんに動画をお届けさせていただきました。結論を言うと、今僕が履いているグローバルワークのアーバンスラックス、これがですね、多くの男性に似合いやすい鉄板のボトムスとして僕は皆さんにですね、お勧めしたいかなというふうに思ってます。ただですね、多くの男性にとって鉄板のシルエットではあるんですが、やはり好みみたいなものがあって、少し今っぽさを出したいなという場合は、ユニクロのスマートアンクルパンツがいいかなと思いますし、さらにトレンド感を出したい方は少しゆったりめのものもですね、いいかなと思うので、このあたりに関してはそれぞれの好みによって使い分けていただくのがいいかなと思うんですが、やはりですね、足が綺麗に見えて多くのスタイルに合わせやすいというところで言うと、このアーバンスラックスが今は最強なのかなというふうに思ってます。実際グローバルワークでもですね、めちゃくちゃ売れてるみたいなので、ぜひ店舗に訪れて試着をしながらですね、このボトムスのシルエットの美しさを実感していただければなというふうに思ってます。これからもこちらのチャンネルでは、大人男性に向けて鉄板のアイテムですとかコーディネートに関してどんどんお伝えしていきますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。